ンサーブをやっていきましょう。林ちゃんの中でのスピンサーブとは全くわかんないけどやってみよう。すごい無茶ぶりのやつ。わかんないというのにやってみよう。やってみよう。自分の中でのスピンサーブどういう感じだ。コツン言うたよ今。コツン持ってる。コツン言うたよ。あ、でもね、穴開き間違いではないよ。頭の後ろ。おお。あ、いい感じいい感じ。そう、まあそういうことだよ。そうそうそう。じゃあここから。頭の後ろでボールを触ってるのは OK なんだけど、ボールがあっち行っちゃってるから、じゃあラケットをここからこっち側に持ってくる。そう、打ってここで今日は頭の後ろからこうラケットが入っていって、最後このまま打てなきゃいけない。ちょっとコンチネンタルでいこうか。今それイースタンぐらいで持ってる。コンチネンタルグリップで。あ、そうそうそう、そういうこと。あ、いいね。いいよ。こう、こすっるのだけやると一部こもっていくから、ラケットを最後後ろに持ってって、ボールを頭の後ろに持ってって、ここから前に持ってきて、頑張ってここから最後いつも通りスイングをすると、スライスがかかりやすくなる。それをなくすために最初に後ろに持ってって、よりラケットにこう滑らす感を出せるかどうか。上に思いっきり振り上げる、上に振り上げる、擦るけど振り上げる。口開けませんか、大丈夫。皆さん経験あるかと思うんですけど、あのサーブ打つ時に上向くと口が開きやすいっていう。マスクしてるから分かる。上に振り上げる。で今まっすぐ当たっちゃってるから、さっきのこれはそのまま。いいよいいよいいよ。今伸びた状態で打ってるから、ここで一回頭の後ろにボールが行った時に、さっきのエビ取りじゃないけど、そこから一回取って頭をこうやって持ってくるっていう。そう、おへそとか腹筋背筋使ってこうやって戻すってなると難しいから、頭をここからグッて前に持ってくる。すごい近く。お辞儀ですよ。
ローイングとか、あのバスケのスローイング的な感じ。あ、いいね。ちょっとボールアップしてもらったの。そこね。ここがね。最後のやつがそれをイメージしたんですけど。ああ、そういうことね。おしまいしようか。ラケットを後ろに。あんまりあの肩痛い人とかはあの鍛えないとちょっと危ないんですけど、肩あのそんなにあの痛くない丈夫だよっていう人はスピンサーブしたい人はなるべく使いです。であの長く持って難しいよっていう方はそう少し短く持って。ボールを最初まっすぐに行っちゃってもいいので、なるべくラケットにこういう風に転がって、で上に振り上げる。いやでもあの今まあ林さんにこう何回か打ってもらって、あの意識して良かったのは、まあ、お辞儀プラスここだね。ラケットを最後打った時に後ろにこうぐるっと持っていくような意識をした方が入りやすい。スピンサーブ、あの全然スピンで弾まないよっていう人、悩んでる方はちょっとラケットを使って後ろにぐるっと持っていく練習をしてあげるといいかなと思います。最初はクロスに行かなくても全然いいので、ストレートでもいいので、そう当たり方さえ覚えれば、あのもうここさえ覚えればもうあの大丈夫だと思うので、ここの練習ひたすらやってみたら、で慣れてきたらあのサーブの時に実際に、ね、試合の時とかこういったやつが恥ずかしいと思うので試合の時はもうここら辺で止めるとか、そうそう前に持ってきても大丈夫なようにね、あの実際練習をねしていければいいと思います。はい、ではありがとうございました。